皆さん、こんにちは。今回はお笑い芸人で実業家でもあるひろみさんについて様々な角度から掘り下げていきたいと思います。ひろみさんの波乱万丈な人生、特に芸能界を干された真相や現在の活躍ぶりについて詳しく見ていきましょう。ひろみさんは1965年2月13日生まれの58歳、東京都八王子市出身で、最終学歴は昭和第一工業高等学校卒業、そして現在は放送大学に在学中だそうです。もともとは自動車のセールスマンをしていましたが、ある日自動車事故に遭ってしまいます。その時のことをひろみさんはこう語っています。事故で内臓破裂などの大怪我を負って生死の境をさまよったんです。でもそのおかげで人生は一度しかないんだと気づかされました。だったら好きなことをしようと思って芸能界入りを決意したんです。その後1986年にデビッド伊藤さんやミスターチンさんとお笑いトリオ B21 スペシャルを結成し、本格的に芸能活動をスタートさせます。トリオ時代からセンスの良さが光っていたひろみさん、次第に人気者となっていきました。そして1993年ついに大ブレイクを果たします。きっかけは同年に放送されたすすめ電波少年への出演でした。番組内で共演した当時人気絶頂だった歌手の松本伊代さんとロケ先の香港で電撃結婚したのです。まさかの展開に世間は大いに沸きました。結婚後もひろみさんの快進撃は続きます。笑っていいともやボキャブラ天国など数多くの人気番組に引っ張りだこ。レギュラー番組は10本を超え、月収は最高で6000万円にも上ったといいます。私生活でも一男一女に恵まれ、仕事もプライベートも順風満帆だったひろみさん、ところが2004年を境に徐々にテレビから姿を消していきます。一体何があったのでしょうか。ひろみさんが干された理由としてよく取り沙汰されるのが、大御所俳優の堺正章さんをマチャーキと呼び捨てにしたことです。ひろみさん自身はこのことを否定しています。しかし過去に堺さんをマチャーキと呼んだら完全にスルーされたというエピソードを自ら語っているので、真相は藪の中といったところでしょう。また当時のひろみさんは後輩芸人に対して腹パンを連発していたことでも知られています。スマップの木村拓哉さんにまで容赦なくお見舞いしていたそうで、今でも木村さんはひろみさんに会うたびに腹筋に力を入れるくらいトラウマになっているのだとか。さらにひろみさんはサマーアーズの三村マサカズさんに対しても容赦ないいじりを行っていたようです。ある時ロケ先のエジプトでウサギの肉を食べた三村さんに対し、お前のリアクションはつまらない、なんで上島竜兵と出川哲朗じゃなくてお前が来たんだ、などと厳しい言葉を浴びせたそうです。三村さんはこのことがきっかけでひろみさんとの共演 NG を出すことになります。その理由について三村さんは、ひろみさんに言われたことで家に帰って嫁の前で1時間号泣しました。で、笑いも暮らしも幸せも全部あの人を超えてやろうと心に決めたんです、と語っています。ひろみさんは後輩思いの愛の無知のつもりだったのかもしれません。しかし当時はまだまだ駆け出しだった三村さんにとってはあまりに衝撃的な出来事だったようです。その他にもビートたけしさんや所ジョージさんなど大御所芸能人とばかり付き合い、年下の芸人とはほとんど交流しなかったことも干された理由の一つと言われています。俺は大物と飲んでいるというスタンスが周囲から反感を買っていたのでしょう。さらに番組スタッフ曰く、ひろみさんは自身の企画した特番で台本を無視してスタッフと口論になったり、時にはディレクターと取っ組み合いの喧嘩をすることもあったそうです。そうした現場の空気を読まない態度が次第に煙たがられるようになっていきました。そしてとうとう2004年、レギュラー番組の打ち切りが相次ぎ、
ちょうど40歳を迎えたひろみさんは、もう芸能界には未練がないと自ら身を引くことを決断します。こうして全盛期には10本以上もあったレギュラー番組がゼロになり、月収6000万円という驚異の数字も一気に幻と消えてしまいました。しかしひろみさんはこの10年間決して遊んで過ごしていたわけではありません。朝青龍に700万円のスーツを着せたいという熱い思いから実業家への道を歩み始めたのです。まずは趣味だったゴルフやトライアスロンで鍛えた身体能力を生かし、パーソナルトレーニングジムをオープン。わずか2年で年商2億円を上げる大ヒットジムに成長させました。ここで加圧トレーニングというものを広め、一般にも広く認知させたのがひろみさんです。さらにひろみさんは溶岩浴のスパ施設も経営、こちらも大盛況となりました。そんな中、ひろみさんのジムでカリスマトレーナーとして活躍していたのがカービーダンスで一世を風靡した柏木ひろみさんでした。ひろみさんの愛人とも噂された柏木さんですが、実際はどうだったのでしょうか。柏木さんは当初ひろみさんの右腕としてジムの運営に携わっていました。才色兼備な柏木さんにひろみさんも強い信頼を寄せていたようです。ところがある時を境に2人の間に亀裂が生じてしまいます。柏木さんがひろみさんの元を去り独立することになってしまったのです。独立の理由について柏木さんは、給料の安さとひろみさんとの不倫報道が嫌だったと語っています。結局柏木さんが独立したジムは1年も経たずに閉鎖に追い込まれてしまいました。経営手腕はともかく、ひろみさんなしでは太刀打ちできなかったということなのでしょうか。一方、ひろみさんの奥様である松本伊代さんは夫の不在をチャンスと捉えたのか、芸能活動を再開します。かつてのアイドル仲間である早見優さんや堀ちえみさんとユニットを組み、キューティーマミーとして再デビューを果たしました。しかしそこにはひろみさんとの間に溝が生じていたからではとの憶測も飛び交っていたのです。そんな中、ひろみさんは家族を大事にする一面も見せています。実はひろみさんは奥様の松本さんに赤ちゃん言葉で甘えるのが大好きだというのです。ある番組で松本さんが、ママちゃん、ママちゃん早く来て、ママちゃん、ちょっとここに座って、と言って膝枕をせがんだり、ママちゃん背中かいて、などと赤ちゃん帰りするひろみさんの様子を暴露し、スタジオの爆笑を誘いました。この話を聞くと、ひろみさんはただただ、奥さんに子供のように甘えたいだけの、至って純粋な、マザコン、だったのかも。知れません。そんなひろみさんがテレビに復帰したのは2014年のこと。干されたとの報道もありましたが、実際はひろみさんなりの充電期間だったのかもしれません。復帰後、ひろみさんは以前と違った姿を見せています。以前の自分を振り返って、あれは典型的なパワハラだったなと反省しています。もし今同じことをしていたら世間からバッシングを受けていたでしょう。こう語るひろみさんからは、以前の尊大な態度は感じられません。むしろ周囲の目を気にするような発言すら見受けられるのです。それでも吉本興業の大崎宏会長からは、ひろみお前は天才と太鼓判を押されるなど、今なお笑い界きってのスターであることに変わりはないようです。現在もレギュラー番組を多数抱え、火曜サプライズ、うちのガヤがすみません、有吉ゼミなど数々の人気番組で活躍中。プライベートでは YouTube チャンネルひろみファクトリーを開設、チャンネル登録者数は90万人を超えるなど、新たな分野でも存在感を示しています。ただ一部スタッフからは、ひろみさんの態度は昔と変わっていないとの証言も。お笑いコンビバナナマンの設楽満さんも、ひろみさんは番組の収録中にものすごい剣幕で怒鳴りつけてくる、正直怖かったと語るなど、今なお特殊な存在であることは間違いなさそうです。
とはいえ、ヒロミさんのあの圧倒的なパワーとカリスマ性は健在と言えるでしょう。これからのヒロミさんの活躍にも大いに期待が持てそうです。そんなヒロミさんから最後にエールをいただきました。みんな夢を持って生きることが大事。俺みたいにどん底に落ちても前だけを向いて生きていけば必ずまた日の目を見る時が来るから、だから絶対に諦めちゃいけねえぞ。名言ですね。私たちもヒロミさんの生き様を見習っていきたいと思います。さて、長々とヒロミさんについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。ヒロミさんの波乱万丈な反省、芸能界を干された理由、そして現在の活躍ぶりについて少しでも理解を深めていただけたら幸いです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。